三刀名だけお江戸のここは吉原中野町だ。人目の激しい町中で恥をかきてつもりならどっからでもかかってこい。昭和27年、日本映画黄金期の東映京都撮影所において、立石、足立礼二郎らを中心に、立技術の向上、発展と継承を目的に発足した立技術集団、東映剣会。片岡千恵蔵、市川歌右衛門、中村金之助をはじめとする銀幕のスターたちの絶大なる信頼と庇護のもと、最盛期には100人を超えるメンバーが在籍した。先達より受け継がれた伝統的な型を基調とした立ち回りはもちろん、各作品に適応した動きのリアリズムを特徴としたアクションまで、現在も映画、テレビドラマ、舞台、イベント等で修練された技術を生かして活動している。はい。ラブチェックしてきたけど、東映は26年まだ東横やろ。鶴見会できてない。そうですね、まだできてない。28年ぐらいや、確か。はいはいはい、はい。俺は31年やから。はいはい。で、はい、聞くだけ聞いて。はい、ありがとうございます。釣り会っていうのはすごい集団だけど、そう短期間にね、簡単にその釣り会っていう名前を欲しいままにするなんて絶対できないんだよね。のたうって掴んできたわけでしょ。東映釣り会とは一言で言ったら何でしょう。まあ、共に育ててもらって、共に育ったとこやね。この一言、うん、尊いとこやからな。一言で言うと、仲間って必要不可欠な仲間だ。やっぱり自分が盾としてやってくれた大きな土台でした。いや、僕にとっては人生ですよ。このハリウッドまで連れてもらいましたからね。釣り会にいる意義は何ですかって聞かれたら、盾を継承するとこにちょっとでも携われるっていう名誉。京都だけではなく、絶やしてはいけない日本の文化かなと思います。まあ、僕はこの東映の、まあ、京都の伝統っていうものをもちろん受け継ぎたい、で次の世代にもつなげたいなとは思ってるんで。なぜ剣会の連中がうまかったかって、絶対微塵も苦を切ってないのね。要するに嘘を嘘でないように見せるっていうのはね、優れてたんじゃないかなと思いますね。まあ、しかし武蔵やろ、やっぱり役所によって宮本武蔵試合に参った。来たー来たー宮本武蔵、剣会の真骨頂。武蔵を追いまく
時代劇の真髄は、ね、宮本武蔵だと。本物の盾とは一振りに全てをかけるっていう盾が俺は本物だと思うんだね、はい、一振りをもしやり損なったら命はなくなるっていうのは本当に盾のような気がしますね。東映剣会ボリューム1。これしかし感心するわ。こんなお若い上野さんは僕なんかはもう見たことないで、なんてかっこいいんだって。これどっから引っ張り出したん？これも古いね。これはまだ俺折れへんと思うで。30年か29年や。上野さんが入社されたのが昭和31年のな。1956年。一応試験やったんやで、みんな通るけどな。それどんな試験なんですか？その俳優さんとしての。そう、その時は俳優さんでしたけど、どんな映画が好きやとかな、はいはいはい、誰とか一人長谷川一夫言って、はい、大変やんか、はい、試験官こんな顔して見とってそれ見て俺すぐ、俺大体好きなバンツマさんやねん、はい、バンツマさん松竹やん、はい、言うたらあかん思って、片岡は千代先生ですって先生つけたって監督で映画を見に行くいう時代じゃなかったんだわ。そうですね、うん、スターさんで行ってたんだよ、はいはい、千代先生はうちの近所大阪なんだけど、それにね、あれタラオバンナで撮影来はってん、それ必死に見に行った。小学校 4,5 年かな、よく見たな映画な。高卒やだから、あとなしで、あと東映や。もう他にもいい。でも東映の方が下手な大学行くよりもいろんなこと学べたで。なるほど、素晴らしい。今の言葉は美味しいですいや本当に厳しい人ばっかりやったしな、岡田茂さんがまだ制作課長や。昭和26年、東京映画配給株式会社が東横映画と大泉映画を吸収合併し、社名を東映株式会社と改めて再出発した。坂東妻三郎プロダクションの流れを引く京都太秦八丘町にあった撮影所は東映京都撮影所と名称を改めた。当初より東映は作品に芸術性を求めることをやめ、スター俳優を主軸とした華やかなチャンバラのある時代劇にこそ興行収入を稼げる見込みがあると割り切った。すでに大スターであった片岡千恵蔵と市川歌右衛門を会社の重役として迎え、スターシステムを確立していく。よし、両音帯のみならず多くのスターたちをスクリーンに打ち出した東映京都撮影所は、当時の日本映画界でも最も多くの作品を輩出した撮影所として隆盛を極めた。すでにそのことを見越していたのか、東映ができた翌年昭和27年、足立麗次郎が腕に覚えのある者たちを集め、スターをいかにスクリーンで輩させるか、そのことだけに特化した技能集団として東映剣会を設立した。両音帯をはじめ特別会員でいるわけや。で両音帯が高いねん、はい、次に高いのは月形先生で、大友さん、銀に橋蔵さん、面白かったね。鶴井会の忘年会でな、美空ひばりさんも来てて、全員揃って上石県のとこでな、芸者層を上げ、そう本当に当時の大スターさんが来られてる。何だったんでしょうね、その信頼関係で結ばれているっていうか、はい、ひばりさんとこへ菅原さんの縁があって、はい、行かせていただいたんですけど、あの時にその剣会のメンバーのことをうちの子って言う、鶴見会のことが東映の子っ
僕私のその要するにその今度の盾のメンバーよとかじゃなくて、もううちの子なんです。うちの子っていうと、この世界のそのいわゆる師匠ひばりさんね。今だ。古い方は皆知ってるけどね。そのひばりさんが一番こうなんていうかね、全部意見が通った時代ね。一番こう言葉にして語ってたのはひばりさんの俺らお嬢って言うんだけどね。よかったら食事行こうか。入って間もないのよ。酒飲む時は男も女もないんだよ。酒は緊張して飲むのでは決してないんだ。ほんの喋るのが酒。それが過ぎたら喧嘩になるけど、そうすると全部教えてくれたのがひばりさんね。片手冗談敵の構え。美空ひばりにうちの子たちと言わせた東映剣会。どうだ、なぜ彼女はそう呼んだのか。おそらく彼女の一挙手一投足に的確に、そして俊敏に反応できるメンバーたちに対して全幅の信頼を寄せていたからだろう。それはカメラの画角の中心に常に主役を据え置いてきた足立礼二郎に望むところだったのかもしれない。じゃあイメージとしてはやっぱり足立さん以下の立石が剣会をリードしてるっていうイメージですか。立石っていうのはちょっとね、こっち側にいた、ね、俳優はこっち側ね。で一応しょっちゅうこうなって、でもまあみんなが立石を一目置いてたんじゃないかね。足立礼二郎がいたから。立石って何人ぐらいいたんですか。その7人。このみんな女子やで。足立さんだけやで、立石は。あ、そういうことなんですか。全作品が足立さんのギャラや。その頃一万円札ないねん。千円札や。こんなんやで。俺らこんなんや。いろんな人もダイソーでやられるのね。ピンチってね。だから、みんなそれなりに、ある種の大まかなコンテは書いて渡す。あのパッと見た感じはおっちゃんなんですよ。普通のどっから見てもただのおっちゃんです。スパッとこうして立つでそれでしまい、そんな感じ。まさにあの、普通のズボンとこのシャツのようなものを着られて反転を着ていつもこの発表を着てね、このやっぱ袖が想定して反転をいつも着ているのは衣装の袖さばきを常に意識するためだった。で、センスでね、シップ線持ったっていつも。それで、右手に持ったシップ線は、要は盾をつけるための軍配だった。ものすごく柔らかい人ですね。監督にも絶対支持するし、主役にも支持するし。だからね、敵はいない。すごい人やなと思いましたね、足立に関してもね。だから足立さん手をつけてもらってもとんでもないことなんですよ。でもね、面倒見は本当に悪いわけじゃないですよ。ほんで、まあ、僕らのセット言っててね、まあ、芝居自分でつけるんですよ。これこれちょっと侍 A で申し上げますよってところで聞いて、僕がそこになるまでやっぱりいつかと思ってね、やっぱりその僕ら行ったらもう侍の方がやっぱ格好させてもらうのが夢でね。ラスト侍、5万回斬られた男という異名を持つ時代劇のレジェンド福本清三。彼を最初に絡ませ主役に斬らせたのはやはり足立礼二郎だった。だから初めてその音体の手をつけてもらうっていう今の覚えてますけど、石川歌右衛門先生の退屈男でね。その主役は旗本退屈男早乙女紋之助を演じる北の音体市川歌右衛門だった。その頃はやっぱり忍者みたいなのが出てくるようになりましたら、先輩なんかはそういうとちょっとねトランプにできたり運命できないんで、だから僕らの出番になってきたわけですよ。で結局もう僕らそういう音体のね芝居陣は見てますけど、それに近くとこんなところで見ることもまずなかったんです。それまではね、まあ、立ち寄りになってやっと手をつけてもらって、おいわってきた、俺がわっと見たら来いよって入っちゃって。北の音体はテストは軽くこなすだけだ。ただ一回の本番だけに全ての力を爆発させる。
ブワーッと顔が、おーちょいって遅れてもらうから、おーさいでバーンで、その時は芝居しまへんわ、ね、あの主役も、おーすわぞ、うーってやってはるのが、おめでたら、ガーッと、もう、もう、大丈夫だから、あの大きな顔が、ブワーッ。しかし、忍者の数がおびただしい。覆面で顔が見えないので、どの忍者が福本清蔵なのか、推し量ることができない。渋栓をタクトのように振り回し、あたかもオーケストラの指揮者のように足立麗次郎は立ち回りを操った。峰乱太郎も北の音帯の餌食になった。こんな顔が走ってくるように見えました。目の前で、あの飲まれるってああいうことなんですよ。あの本当に何もできないです。あーってなって、ちょうどそこへ来たはるからおのれって言われた時、やった時にこの鼻先を切っ先が通過して正確にキュッて音がするで、その音を聞いてからうわーって言え聞く前にすなよって。この正確な盾っていうのがずーっとやっぱ頭残って、カメラアングルから見てのバレないその動きを、まあ、構成する。体にバシバシこうやって当ててると、その結局本来は切らないとあかんのを、これが実際にいちいち当ててると切った風に逆に言うと見えないんですよね、うん、武道系の人が来ると、切りに来るんですよ、あの人たちは。人を切るために刀振ったり、居合でもそうなんですけども、で東映の盾は、切ったように見せるお芝居なん で、で全然動きが違うん で、で彼らが来るとまず動けないんです。足さばきができないん で、空想の中で敵を切るからどこでも自分が触れるんですけども、でその辺が全然違くて、対敵を想像しないとあかんよっていうのは僕が実は全くしてなかったんですよ。想像してなくて、単にこう形だけ見て素振りをして、形だけ見て寄り方見て、あこうかなこうかなって思ってたんですけど、いざ現場にパッて出た時に何も使えなかったんですよ。ただ単に自分の動きを追求してただけだったんで悔しくて、まあいわゆる格闘技を我々はその表現してるわけではなくて、その芝居としてどういうふうに効果的な動きになるかっていうことはやっぱりチャンバラの方が目的だと思うんですよ。2019年東映剣会初稽古、大事なのはリアクション。シーンを想定し盾に仇討ちの心を仕込んでいく。最初は手探りでしかない動きだが、少しずつ命が吹き込まれていく。ドラマチックじゃないね、動きが。で、怪しさの対象今の名前だと、もっと危うくていい。そうじゃないと、あの自分の命を落として助けに来てくれてる人の甲斐がない、今に。もっと危なくなる。こう一瞬自分の体勢が崩れた後、そこに来られるからかわしながら飛び込んでくる。心は動きの後についてくる。口の敵、切られ方の死に方の美学、これもやっぱり立ち前の美学かなと思ったりしますけどね、はい、だからどういうんですか、どう死んだらうんぬんで考えるよりまず体反応させと、体が勝手に反応するやないかと思ったりしますけどね。いわゆる過去の名作はたくさんあるんですけど、じゃあそれに今が劣るかっていうと決してそうじゃなくて、今やってるのが常に最高でやり続けないとあかんって思うんですよ。